毎度オリバーです、今日はですね、島田先輩と明石焼きデートということでですね、グレートマリンの島田先輩とですね、先日明石方面に仕事に行きましてですね、その帰りに明石焼き食べて帰ろうぜということで、明石焼きを食べに、明石へ行った時の、動画でございます。本日もまたお付き合いいただけたらありがたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。まあ、そんなわけでね、車で走らせて、明石港までやってきました。でこのね、右手に人がいっぱいいてるところ、ここがね、明石で一番有名な、明石焼き屋さんなんですけれども、まあ見るからに、人がいっぱい並んでおりましたので諦めましてですね、魚の棚商店街へ行けば、まあ明石焼き屋さんは何だとあるやろうということでですね、商店街に入ってまいりました。まあ、ここからね、おっさん2人のね、しょうもない会話が続く、デートでございますが、そんな、おっさん2人のラブラブぶりを、ご覧いただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。すんの言われたら食べてまうやん。ありがとう。はい、あ、うまい、これ甘い、はい、うまい。あ、またぐるっと回ってくるんだ。今度はね、ちょっと連絡くれますわ。うん。1個閉まってますね、これね。連休やからね。ダッサイ、ダッサイ、ダッサイ。ダッサイ。ダッサイ。もう並んでしょ。並んで、たこ焼き並んで。教えたんじゃん。並びます？教えたん？うん。まあ、ここにしましょう。はい。並びました。向こうはどんなとこに住んでるの？大丈夫だ。みんな一緒ですよ。分かれ。とりあえず、タネギで。これにしましょう。そう、いいね。順番にね、出てきた。順番に出てきたね。お祭りみたいですね。お祭りみたい。お祭りみたい。たこ焼きやね。ほんまに。タコとメリケンコしか入ってない。それうどんの出してくるだけ。うまくなばれ。それうまい。うまいです。うまい。10枚800円。口腫れます。口腫れます。タコみたいなやつ。言われたよな。言われたよ。やかましい。あんな感じ。やかましい。あんな感じらしいです。もうね、電池ないからやばい。うっさい、うっさい、うっさい、うっさいよ。言いますよ。ぶっさいの商店街のインフォメーションですから。これね、たこ焼きのメニューなんですけど、ね、これ今回は明石たこ焼きセットね、明石焼きセット、1050円、食べました。これご飯ね、こんな感じで、こういった。あ、そうですね。ご飯ですよ。白ご飯。まあまあね、まあまあ。タコ飯。タコ飯です、はい。これね、水持っていたら最高やね。最高やね。最高やね。月曜日が。そうなんですよ。まあこんな感じで、ね、今から出てくるのが。タコみたいな。タコみたいな感じで。タコみたいな感じで。タコ焼き。タコ焼き。伸びたタコいってますわ。でもうまそうやな。なんで自分の毛が取れへん。え、いや、人の取らん。減るやん、減るやん、減るやん。絶対いいっすよ、さっき食うてください。ありがとう、すいません。来ました、来ました。二段地獄でございます。さあ、うまそうや、呼ばれ、呼ばれよ、呼ばれ、呼ばれよ、呼ばれます。いただきます。じゃあ行きましょうか。いただきます。うまいね。よし、行こう。
それ何の未来だよ。ちょっと待って、えそれあ、そういうことか。これ人気のタイプだもん。もう漏れそう、ありがとうございます。そういうことね。これ見えてる。いただきます。なんでそんなおもろいの。先輩食べ物取りに来ないか。うわ、ネギ全部いかれた頭。みんな中途半端に出てくんなよ。アツイさん、アツイさん、うんうん、あぶあぶあぶうまい、甘い、甘い、これこうやってね、穴開けといてね、サマソース。うまい。あんなことしてないけどね。じゃあんたや、Google先生や、教えてくれるんだよ。美味しい。別にアポで食べても50食べてもほぼ変わらない。もう変わる。うん、うん、よろしくお願いします。だけどハイハイタウンの明石焼きが一番うまい。うまい上本町の。あ、ほんまに、うん、なる明石焼き、うん、ハイハイタウンの地下にあるね、明石焼き昔からあるぞ、うんうん、よ子供の時うまい、ね、うん、近鉄百貨店行ったら、うん、お立ちのもうお母ちゃんが連れてくれる、うんうん、大食堂連れてくれるのかなと思ったら、明石焼き行こうかって、うん、お子様なんて壊してもらえない。あ、それが2回になるんやな。そう、1回が行った時はね、うん、寝れるね。こた寝れるね。寝れますよ、この間。寝れるね。上からと浅いわ、浅いわ、今日も浅いですね。やっぱこの浅い引き出しが先輩の浅い引き出し、だいぶ褒めてもらうかね。お得意の、お得意の褒めちぎる適当、うん、川ちゃんの YouTube で
もうおもろいしかない、いつも見てるありがとうございます。前のオリバーでございますからパンパンさん、うん、お客様は神様でございますパンパンさんはずっと笑ってはるそう、コアな人がね追ってくれたらいいんですよ、うん、それはそれでいいです、うん、おんか結構食べよう。おいただきます。もういい、腹大きい、腹大きいわ、ふくらちょこ入っちゃうから。よかった、すぐ減るけど、すぐ減るけど、うまい。スケボーやってるんですけど、スケボー、スケボー、スケボー、あ、ありがとうございます。和歌山のラーメン屋って、和歌山のラーメン屋、和歌山のラーメン屋、和歌山のラーメン屋、仕入れてこられたらね知らん、そっかやから俺だけのラーメンのやつこうなって地面が斜めやからちょっと難しいよラーメン今のコース近かったから違う耳でございました。うん、うまい、大きい川村です。決まりました。1個ありがとうございます。ありがとうございました。ごちそうさまでした。ありがとう。ありがとうございました。ありがとう。セブンはお金。え？え？マジですか？マジ。マジですか？マジすごいよ。はい。ありがとう。俺ってすごいよ。ありがとうございます。いただきました。よし、完了。ありがとうございます。ごちそうさまです。もう帰る方向。こっち側。何も言えないです。いや。はい。これええな、このシャツ。こんな女と魚釣りみたいな。こんな女と。こんな最高やね。はい。というわけでですね、先輩との、イチャコラチした、会話を、お付き合いくださいましてありがとうございます。本番先輩ごちそうさまでした。美味しかったです。またここのね、金秀さんでしたっけ、ここの明石焼き屋さんまた来たいと思います。結構ね、明石焼きも美味しかったし、タコ飯もねめっちゃ美味しかったですね。しっかりねタコの味が出ててね、
で、すごいちっちゃいお茶碗やったんですけど、もうボリュームがあってお腹いっぱいになりました。ごちそうさまでした。ありがとうございます。それにしてもあの先輩のトーク力、あんだけポン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 酒も飲まんとおもろいこと掘り込んでくるな思ってね、今日も脱帽しておりました。僕もねトーク力もっと磨いていかなあかんなってね、めちゃ思った、今日のデートでございましたが、明石焼き本当に美味しくて、でこの魚の棚商店街もね、いろんなもん売っててね、でまあ帰りにあのちょうど酒屋さんがあったんで、お酒物色して、でまあ帰りましょうかということでね、現地解散したわけでございますが、まあこんな今日のデート動画でございました。ありがとうございます。また次の動画でお会いいたしましょう。おきに、さよなら。